プレボール大分の高橋親方です。第103回全国高等学校野球選手権大会大分大会いよいよ準決勝です。ね、4チームで揃っていよいよ決勝へ進むのはどこか。甲子園まであと2つ。 そのあと二つの争い、今日2試合行われました。えー、実は私もですね、今日、えー、第1試合の途中から、そして第2試合は全部ですね、えー、実際球場で見てまいりました。いやー、本当まあ、気温も高かったですし、ね、球場のボルテージ、そして球児の熱も熱,も熱かったです。さあ、注目の大分大会の準決勝、どんな結果だったのか。 ま、私が現地行った感想も軽く含めながらご紹介いたします。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。えー、それでは準決勝の2試合、1つずつご紹介いたします。第1試合、明宝対東院は12対0。明宝が勝利し、決勝へ進みました。いやー、選抜準優勝、明宝半端ないってっていうぐらい、本当に強いですね。 まああのー、実際のところ、これはあのー、12対0と、点数はついていますが、これはあのー、最後、最終回に、まあ、明宝が怒涛の1人ニング9点を取ったんですね。まあ、ある意味じゃ、この明宝劇場、ね、勝っていても終盤、とてつもない点を取るというところが、やはり、この明宝の強さだなと感じています。 ま、実際、名宝と党員というのは、実は2ヶ月前に行われました、あの、大分県の県選手権での決勝のカード、まあ、同じでした。ということで、まあ、投印がね、まあ、リベンジと行きたかったんですが、まあ、あの、実際その5月の県選手権の時は確か21対1かなんか20点差つけて名宝が勝ったんですね。まあ、それと比べて、は、というところですが、やはりま、点差つきましたが、ただ党員はですね、 この中盤をあのランニングスコア、ね、の通りですが、抑えてたんですね。まあ、3対0で結構いいところまで行ってたんですが、9回に、まあまあ、ピッチャーも、ね、あの攻略もされて、名、ま、宝、あ、がどんどん打ってくるというところで、まあ、12対0という点差にはなりましたが、まあ、党員も頑張ってましたし、ねまあ、今回特に名、あ、宝、のー、も、まあ、党員もそうなんですが、まあ、今後に向けてなんですが、共に1年生のピッチャーが本当に頑張ってます。 党員先発がですね松石投手ですねがですねまあ佐賀県出身だったと思うんですけれども、えー、もう1年生ながら146キロ。 ね、マークするなど本当速球派のピッチャーでですね、この大分大会でもかなりですね、注目されて、こう、新しい逸材が見えたぞっていうことをよくあのメディアとかですね、えー、ネット上でも見かけます。えー、まあ実は、あの、松石投手ですね、まあ話によると、例えば埼玉の浦和学院とか、 ですね、鹿児島上村学園長崎創成館そして佐賀の強豪校なども名だたる甲子園常連校から声がかかった中でこの大分の桐蔭高校に進学されました。 ねえ、まあ、すごい大分の高校野球界としては、本当にまあ、注目ですし、まあ、おそらくですけれども、これはあくまでも私個人的な感想ですが、多分、党員の竹下監督が佐賀県ご出身ということで、まあ、縁があったかもしれませんし、まあ、党員自体はですね、まあ、3年連続の夏の甲子園狙ってて、まあ、今日はついえましたけれども、まあ、あの、安定した甲子園も狙えるというところでですね、まあ、そこで松石くん入って、で、これからまあ、負けましたけど、秋以降ですね、この松石投手、 含めもこの党員というのはかなりこう九州でも注目されるのではないかなと予想していますそして明宝のですね、えー、は西原君が投げてその後は森山投手が投げたんですがこの森山投手もですね抑え1年生のピッチャーということでですね明宝もこう,もうそもそもまあ選抜の時点で3枚看板もう甲子園レベルのピッチャーがい,いる中で1年生がいきなりその一角ね 4本目に入ってくるというところ、そしてこのね、準決勝の大舞台でもね、抑えとして登場するっていうところがかなり注目されているなと思っています。ということでですね、明宝が勝ち進みました。 まあ、あの余談ですけど、球場で私、2回ぐらいですね、明豊の選手と実はすれ違ってます。で、エース、京本投手ともすれ違ったんですけれども、まあね、背が高い、190センチぐらいあって、まあ、私が身長175センチなんですけれども、私が肩ぐらいしかない、ね、京本くんの肩ぐらいしか届かないぐらい、本当、見上げるほど背が高いですしあの、爽やかな笑顔でですね、観客の、えー映画えーまあいさというか、ですねそれに応えていたのが印象的です。えー、じゃ続きまして第2試合 大分透明対大分舞鶴の試合は、15対11。大分舞鶴が勝利いたしました。ね、シード校舞鶴、ねと、勢いのあるノーシード、大分透明を下しました。いやー、これあの本当にですね、まあランニングスコアをご覧いただいても、そしてスコア見ただけでもすごい試合だなと、ね。 すんごい点が動いてるなというのをもう察していただけるでしょう。こうまさにですね、この手に汗握る戦いとは、まさにこの試合のことだなというのを私は、まあ、現地で感じましたね。まあ、とにかくですね、まあ、正直こう、15対11って点がね、動いてて、実際あの、バッティングも繋がってますし、ただですね、まあ、正直なところ、やはりこの、準決勝まで来る、 っていうところの、この緊張感と、そして今日本当球場暑くて、も私相当日焼けしてますけれども、この暑さ、ね、と緊張感というのがあってか、まあ、正直お互いちょっとエラーもあったりとかですね、あとピッチャーもなかなかボールストライク決まらなかったり、まあ、若干正直審判も厳しかったかなと私は思うんですが、まあ、割とこう、ランナーがお互い今、四死球で出て、 ですね。溜まって、そしてヒットが出て、もしくは相手の送球エラーが出て、その間にもうさらに1点というのもあった試合ですね。これがまあ本当高校野球の難しさ、夏の大会の難しさっていうのを感じましたね、現地で。本当これ最後までわかんなかったですね。まあ最終的には置いたマイズ勝ちましたけれども、まあ一つ決め手はやはりこの3回の表の1イニング9点っていうのは大きいですね。 え実は序盤ですね2回までは東明が3対0でシード校ですね、大い玉出をこうでリードして、もう、あのそのね、準々決勝で、あのですね最終回で、意気、高田がですね、サヨナラで、ね、4点取ってサヨナら勝ちした、その勢いが本当に切ててで、応援もまあ、すごいからですね。 もうかなりこれ透明が押せ押せムードでしたが、舞鶴がですね、1イニングにこの9点、まあ相手のこう、結構押し出しも実はあったんですけれども、で、そこで随時ヒットも打って、というところで、この9点というのが最終的にやっぱ響きましたね、えー。まあ当たり前なんですけど、えー、ほんと舞鶴は前のですね、薄木戦でもそうでしたが、1イニング8点も取るなど、気づけばビッグイニングを作っているっていうのがですね、 このマ、まあ、マイズをつなぐ野球っていうところのですね魅力かなと思っています。でですね、ただですね、当面もこのランニングストコア見ていただくとですね、結構、ほとんどの回で点を取ってます。で、あのまあ、終盤はちょっと抑えられてますが、結構毎回、あのノーアウトからランナーを出してで、ランナーを貯めます。 まあ、で、そしてですね、結構ヒットで点をね、コンスタント取るんですが、まあ、あと一歩というところで、こう、舞鶴に抑えられているというところが、ちょっと一歩及ばずというところでしたね。まあ、一つ勝負の分かれ目は、8回の裏ですね、大分透明の攻撃で、えー、まあ、ランナーも出て、最終的には確かワンアウト一塁で,でした。で、そこでバッターが、えー、三振になります。 が、え、で、そいで2アウトですね。ただ、その後バッターがですね、あの、まあ、あのラ、ランナーが1塁か2塁盗塁するんですが、その時バッターが守備妨害をしてしまってですね、キャッチャーの邪魔をしてしまって、それでプラス1アウトで結局、えー、3アウトでですね、0点で終わったんですけれども、このま、守備妨害がなくてですね、もしこの回8回の裏に1点入ってたら、これあの、東 まあ、たらればで申し訳ないんですが、これがまあ、ほんとワンプレーの難しさというところ、ね、また出てきましたけれども、まあ、本当にどちらが勝つか分かんなくてですね、で、共にですね、舞鶴も東名も、まあ、公立、私立、それぞれの進学校ですから。 まあ、OB もすごくて、で、応援団に現役のね、組も多くて、もう、それ、あの、後ほど応援動画も上げますけれども、それぞれも大声援でですね、ああ、これぞ高校野球だね、夏の大会だね、この勢いという意味ではですね、この応援の後押しっていうのも、これかなりの武器になりますし、もう、多分お互いそれぞれ <laughs>、あの、相手としては、こう、 この応援がもう正直厄介だとかね、結構苦しいなっていうのは思ったと思いますね。はあ、本当に面白いプレイでしたね。まあ、舞鶴は私の恩師である河村監督が監督ですし、も、え、う、ー、監督されてますし、まあ、透明はですね、あの、実は私の幼馴染み、女の子なんですけど、一緒に小中学校野球やってた子がですね、今、透明で学校の先生やってますし、まあね、共にね、どっちもね、初めての甲子園って見たかったんですが、まあ、本当に息詰まる。 試合で大分舞鶴が勝利をいたしました。えー、ということで決勝は、明豊と大分舞鶴です。さあ、決勝戦ですが、明豊対大分舞鶴に決定いたしました。まあ、正直、ある意味ではこれも順当な、えー、決勝かなというふうには思っています。 まず、選抜準優勝の名宝、第一シードですけれども、こ夏意外とですね、決勝来るの4年ぶりなんですね。あの、2014年ですね、それこそ、夏の大会、甲子園ベスト8まで行った時ですね、あの、今、ヤクルト今浜田くんが行った時ですね、もうこれこそ名宝劇場ということで、終盤に大逆転で勝つという、まあね、えー、試合はあったあの世代以来なんですね。まあ、その間は、あの、党員が2年連続甲子園行って、 そして、まあ、あの去年の独自大会は、まあ、途中で大気格上に敗れて待気格上でしたかね敗れてたんですけれども、えー、夏も戻ってくるに意外とブランクがあるんだなというのは感じました。 で一方ね、大北舞鶴で昨年の,あの独自大会のまあ決勝まで、えー、行った準優勝しましたけれどもね、いよいよ甲子園、初めての甲子園まで大手をかけています。ということでですね、もうどちらもまあ、多分ぶ予想、個人的な予想ですけれども、まあ、まあ、正直レベル的にはまず、名簿がもう上でしょう。ですね。まあ ポイントは私、投手力のね、お互いの投手力がどう光るかというところを見てますが、まあ、明砲はもう先ほど申し上げた通り、もう甲子園で通用するレベルのピッチャー3、4枚揃えてますので、 もう選手層は厚いですし、こういう連戦でも強さがあるですね。というところ、もうかなり、もうこれ、アベレージという、アドバンテージですかね。もう、すごい、えー、強いと思いますし、まあ、大分舞鶴ですね、吉田君と奥本君が投げてますけど奥本君、今日あの、ですね、準決勝でね、後半でも136、ね、7とか出てたぐらい、気合が入ってましたけれども、まあ、一つは、こう、体力の問題ですね。2枚看板で、まあ、今日結構、奥本君投げて、吉田君も最初、 ね、投げてたんですけれども、ね、このピッチャー、ね、どう来るか、そして大分舞鶴がですねその,名,宝のですね名だたる投手に、ね、バッティング力ありますので、つないでいく野球で、ね、どう投手を攻略していくかというところが、まあ、見どころかなと思っていますいやもうね、正直、どちらも甲子園出てほしいぐらい、本当、あるんですよ、私の中で気持ちは。 まあ、名簿はまずその春のりを返すということでね、夏やっぱ日本一、まあ、大分県勢としても久々にこう、全国制覇見たいですし、で、大分舞鶴はもうね、初めての甲子園というところで、どういう戦いするか楽しみですし、まあね、私の恩師、ね、川村監督の初めての甲子園っていうのも私一かしてあげたいなっていうのは正直ありますし、ねまあ、どっちもね、頑張ってほしいですし、本当悔いがないように、最後、 頑張って、そして、甲子園でも頑張ってほしいなというふうに思っています。えー、まあ、予定ではですね、あの、決勝ですけれども、また一日お休みを明日挟みます。えー、順調に行けばです。25日ですね、日曜日お休みの日にですね、いわゆる、休日ですかね、の日に開催されます。朝10時、大分市別大交差スタジアムで行われます。まあ、その雨などの関係でまたずれることもありますが、まあ、予定通り行われれば、 また私もちょっと決勝、現地で見に行こうかなということは、結構真面目に考えています。まあ本当、両選手ですね、もう、ね、とにかくこう、大分県大会、いよいよもう最後の一戦、悔いがないように、それぞれ持ち味を出して、元気を出して頑張ってほしいです。ということで、えー、ま名、あ、と大分の舞鶴が決勝カードが決まったということで、えー、本日も今回、この動画をお付き合いいただきまして、ありがとうございました。 よろしければ、いいねボタンを押していただけると、大変嬉しいです。そして、チャンネル登録も、ぜひ、よろしくお願いいたします。もう、7月、8月は、もう、とにかく、高校野球の動画、ですね、いっぱい出してます。ね、あのー、ぜひ、高校野球、この旬な時期にですね、あのー、この夏の大会、本当一1年で多分、ある意味で一番盛り上がる時期ですので、一緒に楽しんで、そして、高校球児の皆様を応援いたしましょう。それでは、また、ゲームセット